大手町合同庁舎は、東京都千代田区大手町にある国の合同庁舎。1号館から3号館までが存在したが、1号館と2号館は、現存せず、3号館のみが残る。かつて大手町は、館長街で、南側の三井物産ビルの敷地には、大倉省や内務省があった。こうした経緯から、陸軍軍馬局があった、国有地に合同庁舎が3棟建設された。 1>, 1号館が1962年5月31日、竣工、その東側に2号館が1966年10月に、竣工し、関東新一国税局など、関東地方や東京都を管轄する地方支分部局が入居した。1971年9月には、1号館の北側に3号館が竣工した。建物の老朽化もあり、2000年には、 合同庁舎に入居する機関の大半が埼玉新都心に建設された埼玉新都心合同庁舎に移転。当時大手町には開発できる敷地がなく品川などに本社を移す企業が増えていたことから大手町をビジネス拠点として整備するために連鎖型都市再生プロジェクトが始まった。1号館、2号館の跡地を都市再生機構が取得して再開発事業が行われ、 三棟の超高層ビルが立ち並ぶ大手町カンファレンスセンターに生まれ変わっている。東京国税局は2号館から3号館に移転したが、その後2015年、中央区築地に建設した新庁舎に移転している。同じ大手町1丁目3番地には、気象庁や東京消防庁の庁舎も隣接しているが、気象庁は2020年、港区虎ノ門の新庁舎に移転した。 現在唯一残っている3号館は内閣府の官民人材交流センター、再就職等監視委員会の事務局が9階にあるのみでほとんどのスペースが空室となっている。この空室について2021年5月24日から3ヶ月をめどとして国が実施する新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場として使用される。ありがとうございます。